皆さんこんにちは、今日はですね、お旦那は可愛いのか可愛くないのかっていう、この問題に決着をつけたいと思います。お旦那はですね、欅坂46の、元メンバーですよね。現役の時からなんていうかね、いじられるみたいなね、可愛くないみたいな、いや、感じでした。で、メンバーがね、ちょっと動物がいるね、テーマパークみたいなところに行って、ラクダがいると、あ、お旦那だ、お旦那だとかね、お旦那はラクダみたいだとかね、そんな感じの、扱いになったと思います。で、お旦那がですね、朝ドラのヒロインに似てるって言われて、似てるって言われるんですよとか言ったら、何うぬぼれてんだよとか、ツッコミが入ってたぐらいで、どうもね、お旦那はね、あんまり可愛くないっていうね、そういう位置づけだったと思います。で、人気の方もですね、売れてる方ではなかったですよね。平均ぐらいかなっていう感じになります。どうもね、トップレベルの可愛さみたいな扱いじゃなかったと思います。でですね、私はですね、その朝ドラのヒロインの、ちょっと名前は忘れたけど、ちょっとね、売れてるね、女の子、可愛いと評判の女の子にの、それどんな子か検索してみたんですよね、その、エピソードがあった時に。でも、もう確かにお旦那のそっくりやんって思いました。でですね、ついにね、私もね、見てみました。この度お旦那が上げた YouTube、7分ぐらいの動画みたいですね。1本上がってましたね。で、登録者数が2万人台というね、やっぱりね、登録者がいまいち伸びないのは、やっぱりもともとね、それほど人気がね、中ぐらいだったからっていうこともあると思います。で、7分ぐらいのね、動画ね、長いからね、2分弱ぐらいね、見ました。もうね、十分わかりました。でですね、結論的に言うと、お旦那はね、可愛いと思いますよ。かなり可愛い方だと思います。ということで、結論はね、それで、いいかなと思います。確かに、ラクダに似てるって言われたらね、どことなくね、似てるような気もするし、ちょっとね、笑い方とかね、表情とかがね、ちょっとね、明けっぴろげな感じでね、ちょっとね、なんていうか、ボーイッシュな感じがするから、ちょっとね、あんまり可愛くないとかね、そういういじりの、対象になったとは思うんですけど、朝ドラヒロインにもね、確かに似てますし、可愛いと思います。ので、動画はね、ちょっとね、真面目には見てないんですけど、チャンネル登録もしてないんですけど、頑張っていってほしいなと思っております。では、ご視聴ありがとうございました。